ファコンリのハッピーディノアです。本日はファイナルファンタジー14やっていきたいと思います。久しぶりにですね、クリスタルコンフリクトの方をですねやっていこうかなと思ってます。クリスタルコンフリクトね、今シーズンがですねもうほとんどですね後半戦という感じに、来ておりましてですね、私もですね、ちま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 とやっておりまして、22まで、今来ました。とりあえず23レベルを目標に、やっていきたいなと思っております。とりあえずの、まあ、今ね、23レベルを目指してますけども、最終的にこのファルスモナキーチェストっていうのがね、まあ、欲しいなと思ってて、できれば3月中に、欲しいなと、思っておりまして、現在、ランクマが5分未満になってますので、まあ、すぐできるかなと思います。どこまでちょっとね、紹介したか忘れちゃったんですけど、ポートレートぐらいだったら今紹介できるかな。ポートレート教材、この間もらったんだけど、でね、こんなことしてる、ここでいいのか、余裕はあるのか。これかな？チームファルコン。全然見えないね、キャラが邪魔しちゃった。キャラを、略していくと、こんな感じでファルコンが後ろに見えますね。そして、チームレイヴンがこっちですね。かっこいいですね、両方とも。今初めて使ったんだけど。これちょっとなしの方。なしでできちゃう。これもなしにしよう。えい。こんな感じだって。これ。ね。いいですね。はい。これが、チームレイヴン。で、エモが、リンクパールどこだったかな？私入れたかな？リンクパール。入れてないの？お気に入りに入れようかな？出てた。はちゃめちゃに振り始めちゃった。今どこ行った？どこだっけな？妹、リンクパール。検索した方が早いかな？あった。リンクパール通信。ポンポンポンって言って、でも耳に当てるっていうものになっております。毎回。これが邪魔なんだな。これを避けて、こんな感じで、暗かったか、ここ。こんな感じ。横から見ると、こんな感じ。のエモートがもらえます。マウントはね、スイカマウントって通称呼ばれてるやつなんですけど、あれ乗せたっけ、覚えてないな。今度スイカマウントと装備最後に動画に載せてもいいかもしれないですね。はい、ちょっとちっちゃくしてもいいかもしれないけど、チャット欄がね、見えないようにやっております。見えないかな、大丈夫かな。こんな感じでやっていきたいと思います。大丈夫そうですね。見えなさそうですね。はい、相変わらず白までやっていきます。
ちょっとカメラ引かなきゃダメだね。この人はどこまで行っちゃった？ギャルラさせます。ギャルラしますよ。直しますよ。ちょっと今もう直せませんね。こういった、あー攻めすぎた。ちょっと攻めすぎちゃった。攻めすぎも良くない。間違えてエルビー打ちますの報告しちゃった。よし、私に構っててもいいのかな。運んじゃうぞーと。と言ってよく殺されるタイプです。やっぱりね、白魔とかヒーラーは回復されやすい、回復されちゃうっていうことで、あのね、狙われてしまうことが多いんですけど、なんか置いてあってやだな。さあ、ヒールします、ヒールしますよ。あ、運びましょう、運びましょう。私は割と LB は打ってしまう。じゃないじゃない？イエーイ、お疲れ様でーす。よいしょ。ヒール量は少なかったけど、その分、ダメージは入れられたかなと思いますね。はい、どんどんやっていきましょい。ちなみになんですけどね、今シーズンの勝率は、あまり高くはありません。42.1% でございますね。はい。全然でございます。ライバルウィングスだった。こっちだな。こっちこっち。勝利回数で言うと、少ないです。はい。こんぐらいしか勝ってないです。でもライバルウィングスのなんかあれ見てやってた。こっちだね。はい。で、7500分の、3700ですね。勝つとね、900もらえるので、まあ、負けても700なんですけど、できればね、欲しいですね。ちょっとあれかな、もしあれだったら、うちの家に行って、あれしよう。マウント乗っちゃおうか。外の方が良かったか、どっちかって言ったら。家来ちゃった。これです。ショーシステムっていう。外の方が面白かったね。外に行こうかな、じゃあ。うん。どこがいいか。
モラビ行きましょうか。海だし。モラビは無人島の近くだから結構人が多いかなと思うけど。あ、いなかったよかった。こんな感じ。こんな感じです。私、エフェクト切っちゃってるからあれだな。わかりにくいか。どこだっけな。グラフィックの設定？違うな。キャラ設定、あ、待って。グラフィックの設定の、待って。ってなんだろう、影の設定じゃなくてキャラクターコンフィグ、これだ。バトルエフェクト、これをすべてにすると、こんな感じ。わかるかな。雷がね出ます。こんな感じです。ちょうどなんか雨だから合ってたかもしれない。ビカーンと上にも出てるんですよね。ビカーンって感じですね。はい。ピョーンって飛ぶとくる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 ーと回ってくれまして、このような感じでございます。はーい。え、なんで私簡易にしてるかと言いますとね、結構眩しくって見えない、自分のキャラもどこ行ったか分かんなくなるしとか、他のプレイヤーさん回復したいので、ちょっと見えなくなっちゃうのが嫌だなっていうことで、簡易にしてるんですけど、簡易にするとね、マウントとかの、エフェクトも見えなくなっちゃうっぽいんで、バトルエフェクトのね、設定と、マウントとかのエフェクト、ちょっと、一緒になっちゃってるんで、できたら、分けてほしいかなっていう気もするんだけど、私のやり方の問題かもしれないから、あまりもう簡易でやってるんで特に大丈夫なんですけど、はい。そしてもうあれですね、どの人がさっきいたとかも特に何も覚えていません。よろしくお願いします。ララちゃんがご機嫌で踊ってる。できればあんまりここから動かしたくないですね。
だよ。ボルカニックハートちょっと苦手なんですね。あー、 LB を打つまでもなく死んでしまう。ダメだ、ボコボコだ。これは厳しい。さっきの逆バージョンだ。ガチガチに押されてしまいました。そういう感じになっちゃいますよね、今ね、きっとね。もう本当にシーズンがね、もうすぐってことなんで、追い込み勢のね、皆さんがね、結構いらっしゃるんで、マッチングもまあまあ早いし、助かってはいますけどね。その代わりも、強い人とか、その、最後に装備取るってことは、やっぱり私も同じぐらい回数を重ねてる方なので、皆さんも上手ですよねっていう話ですね。はい、4400。こんな感じ。切るかな。なみに友達はもう早々に装備を取ってましたね。多分2月いつだっけな、このシーズン来たの。割といつだっけな。本当に頑張ってやってましたね。毎日コツコツというよりは、なんかもうかなり思ってやってたんじゃないかなっていう気がします。1日10回とかですね、やっていけばあんまり苦にならないと思うんです。ね、しゃきらないので僕が停止かけながら時間をちょっとうまいこと区切っていくかな。はい、しゃきりました。
みんなすごい読み込みが早いからよろしくお願いしますよの。早いんだよな。私ちょっと読み込み遅いから。割と最後の方に言ってしまう。あ、私のスプリントどっか行っちゃう。あ、7500までは、取ると結構長いので、まあ、この試合で動画とりあえず終わろうかなと思ってます。ゆるーくね、やっていきたいなと思うんで。などこどこ行く、この人かな、詰めるなら。ちゃった。あんまり深追いはしない。イラは深追いをしない。しっかり回復をする。狙ってる人をしっかり合わせて邪魔をする。ナイスでーす。よくない、よくない。キミックにやられるのは一番よくないね。あ、ごめんなさい、守ってあげれなくて。いいですね。ナイスでございました。ありがとう。はい、って感じで、アヒールとね、倒すのがうまくいくときはこんな感じになるんですけどね。あ、お天気が良くなった。エンディングにちょうどいい。ちなみに、晴れてるときだと、あ、エフェクト切ったの忘れてた。こんな感じでぐるぐる回っております。
はい、まあ時間も時間なんで、今日はここまででいいかなと思います。ちなみにね、動画撮る前に少しやってたんで、今日22になったっていうのが私の目標で、まあ本当は動画中で23目指そうかなと思ったんだけど、やっぱちょっと長いしね、ちょっとまあいいかな、時間的にやっぱ30分ぐらいの動画がちょうどいいかなって思って、私がここまでにしたいと思います。クリクタグリシュタルコンフリクト、まだまだ頑張ってるよって方ね、いらっしゃいましたら高評価、チャンネル登録、この動画が何かの参考になったなって方も、高評価、チャンネル登録、ね、マウントいいなみたいな方もね、いらっしゃいましたら何かをしてください。はい、ということで、リナでございました。最終装備目指して頑張ります。目指せ25ランク。バイバイ。